ショータイム。二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、聞いてくださいよ。はい、あのかれこれ、うん、10年前に、うん、CBC ラジオ、はい、まあ、ここ愛知県春日井市というところなんですけど、はい、まあ、横が名古屋市ですね、うん、で昔その CBC ラジオで、はい、まあ、10年ぐらい前かな、うん、パーソナリティを公募しますっていうのがあったんですよ、うん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 、それはもうあのプロアマ問わず公募ですと、うんうん、で募集要項としてはまあその5分だったかな10分だったかな、喋、うん、ったものを CD だったかな DVD だったかな、はいはい、それに入れて送ってくださいっていうやつだったんですよ、うんうん、その頃私は、うん、アナウンス学院を卒業し、はい、うん、犬山城のお膝元で、はい、あの町の放送局っていう、うんうんうん、コミュニティ FM があったんですけど、はい、そこでその毎週土曜日、うん、11時から1時まで2時間しゃべるっていうパーソナリティをやっていた、うん、やっていてですね、うん、来たと、うん、時は来たとはいはい、はい、もう橋本真也ばりに、うんうん、とうとう僕が、うん、コミュニティ FM 、はい、ではなく、うん、公共の放送に出る時が来たと思って、はいはいはい、ネタを考え、うんうん、仕上げ、うん、編集して送ったんですよ、うんうん、もう受かるに決まってると、うんはい、だって引き寄せだもんって、うんうん、と思い、うん、送ると、うん、でもまああれっていついつに返事が来ますってあって、うんうん、この返事が来ると、うん、もうその郵便受けに入っている佇まいで、うんうん、なんとなく分かりますよね、暑さみたいなニュースみたいなそこからこの出るオーラみたいなのがはいはい、はい、でああ、うん、これはお祈りのやつだなと思って見ると、うんうん、案の定、うん、お祈りされたんですよ、はいはい、落ちましたよってやつですね、うんうん、あなたのご多幸を、はい、ってなって、はい、あ俺ほどの、うん、我が輩ほどのものでも落ちるんだと思って、うんうん、で実際、うん、その時は合格はその場では出ずに、はい、何名かその中から絞って、うん、今度は公開のオーディションですと、うんうん、でそれを、うん、オアシス、はいはいはい、オアシスパークっていうのが、うんうん、またこの久屋大通りのところにあるんですけど、はい、そこでやりますっていうのがあったので、うん、じゃあこの僕を落としてね誰が受かったんだと、うんうんうん、誰がそこに残ったんだ、うんうん、要はプロアマとあって、うん、アマが多いんだろうと思ってたんですよ、うん、僕を差し置いて誰が残ったんだろうと思って見に行ったんですよ、うんうんうん、そして、うん、いたのが織田信長ですよ。織田信長戦国武将隊の、はいはいはい、要は名古屋、この名古屋城のお膝元で、あの戦国武将隊っていう、あれもほぼタレントなんですね。タレントですね。事務所に所属している、うんうんうん、で変わりますもんね。はい、まあ変わるんですけどね、はい、で僕が見に行った時は我が輩が信長じゃって、うん、結構有名だ、テレビとかよく出てた頃じゃないですか。全然出てますよ、はい、で秀吉もいたんですよ、はいはい、ああプロじゃんプロじゃんと思って、うんうん、でまた次に出てきたのが、はい、ボーイズ&メンですよ、ボイメン、うん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 、これもまたあのテレビに出ている、うんうんうん、でもタレントばっかじゃんと思って、うんうん、ただ見ていると、うん、やっぱりその伊集院さんマインド、はいはいはい、要はもう DT マインドを引っさげです、うん、引っさげた、うんまあ、僕みたいな素人の方、はいはい、もいたんですけども、うん、やっぱりこの恐縮してしまっていて、うん、なんか若干この喋りが空回りしている、はい、でもバーンって飛んだんでしょうね、うんうんうん、あわわわあわわわってなっててですね、はいはい、あなんかもう頑張れとかって思って応援してたんですけど、うんうん、やっぱり選ばれることはなくですね、うんうん、選ばれたのは結局戦国武将隊とかっていうところだったんですけども、うん、そんな CBC ラジオさんが新番組、うんうんうん、ハイヤーハイヤーというのが火曜日から木曜日の21時から21時半まで、うんはい、で火水木の3枠、うんうん、公開オーディションを行っております。はい、はい、来ました。ラジオ出たいって出ましたもんね。もう引き寄せたんですよ、はい、で、募集要項というのが魅力が伝わる動画を10分以内で送ってくださいと、うんうん、で自己紹介、はい、特技披露、
とあったので、うん、まず自己紹介しないといけないんですよ。だとすると、私、うん、M8 招待の二等兵でございます、はい、サラリーマン、コピーライターをやりながら、うん、YouTube を撮っておりますと、はい、T 隊長でございます、はい、隊長何やってらっしゃるんでしたっけ。社長、特技ですよ。特技ですよ。特技、はい、ノーノーと生きてます。なんかそこでなん言いましょうよ、なんかその簿記一級持ってますとか、うん、いやそんなのは聞きたくないじゃないですか。特技、そんな特技、簿記一級持ってるのはへーで終わるじゃないですか。一級はいいって聞きましたよ。あ、でもそのラジオに出るなんかインパクトですよ、きっと。確かに信長やってますとか言った方が面白いですよ。信長強かったんですよ。、はい、そこにはね、神君家康公もいたんですよ。はいはい、やっぱりね、この意向がオーラが違いますよね。はい、だとすると、うん、CBC ラジオさんといえば、はい、うん、まあ、僕が好きな、うん、テレフォン人生相談、はい、僕が聞いてるのは CBC ラジオなんですね、うん、はい、そこで、うん、あの加藤泰造さんが皆さんの悩みを、はい、切ったり解決したりするんですけど、はい、変えられることは変える努力をしましょうで、はい、おなじみ、うんうん、だとすると我々、うん、まあ、特技ではない、特技っていうことのほどではないんですけど、はい、エニアグラムとかね、はいはいはい、16タイプの性格とかね、うんうん、今で言うとビッグファイブとか、はい、ユングもやりましたね、やりました、アドラーもやりましたね、はい、はい、だとすると、うん、この辺を知ってますよっていうところで、うんうん、中部地方で、はい、悩める、うん、老若男女、まあ、この噛むところがね、はい、なかなかこのラジオパーソナリティとしては痛いかもしれないんですけども、はい、まあ、この駆使して、うん、エニアグラム、はい、16タイプの性格、うん、アドラー、うん、ユング、うん、まあ、解決できない場合は、うん、もう空を出せばいいんですもんね。空、うん、空で解決ですよ、うん、そんなのないんだよって、うん、ギャーテーギャーテーですよ、うん、はい、だいつも二等兵を出せば面白いんじゃないですか。いや僕は、うん、あの、なんて言うんでしょう、はい、落語で言うところの与太郎の方ですから、はい、解決するのは、うん、もう退場です、ね、僕も出るって話、今 M8 招待ですよ。あ、そうなんだ。 M8 招待の動画ですよ。、はいはい、その感じじゃなかった。二等兵が出たい、応募するって話。違う、 M8 招待ですよ。 M8 の話、もちろん、はい、M8 デビューですよ。はいはい、あ、これで、ね、僕って言っちゃうと、うん、あれなんですよ、その、うん、よくジャニーズのオーディションであるじゃないですか、はいはいはい、なんか友達が一緒に受けようって言って、うんうん、僕は受けたくなかったんですけど、はい、僕が受かっちゃったんですよねっていうパターンになるので、はい、それやめてください、はい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 、M8 です、M8、でユニットです、はいはい、セットで、はいはい、これでいきましょうよ、うん、はいはい、OK です、はい、うん、というところで、あの CBC ラジオさん、はい、新番組ハイヤーハイヤー、はい、火水木の3枠なんですけど、何曜日がいいですか。何曜日でもいいですよ。じゃあ水曜日にしましょうか。呼ばれればいつでもいい。水曜日にしましょうか、はい、真ん中もっこりって言いたいですもんね。おにゃんこ世代としてはね。、はい、もう覚えてないです。え、覚えてないんですか。おにゃんこを僕そんなに見てない。え、同じ世代なのに。同じ世代、小学生僕全然興味なかったですもんね。真ん中もっこりって。夕焼けにゃんにゃんじゃないですか。わかんないです。なるほど、はい、まあ、10分、この動画を10分にまとめて上げときます。、うん、はい、どうなるかはまたこの動画内で発表いたします、うん、悩みを解決できるかできないかみたいな。もう我々がこれからもう10年ぐらいは中部地方の悩める老若男女の悩みを解決して、はい、はい、デビューですよ。斜めから解決して斜めからなのか斜めを上を飛んでるのか分かんないんですけど、はい、